言い伝えでは山に住む仙人が新薬を持っているそうです。店長のパニなんとかって病を治すために私は新薬探しの旅に目が合えば勝負。苦難を乗り越え見事にバルをやっつけました。我が速さを見よう。いいか省略、ついに新薬を発見です。貴様はここで終わりだ。道場に戻るとそこにいたのは弟たちが世話になったな。覚悟しな。店長は療養中なのでさっさと終わらせます。そうか、俺ら兄弟は夢も叶わず強奪に頼って暮らそうとしたが、これでもダメなのか。大人は弱音を吐きませんね。強さは悪ではありません。この道場でバイトしましょう。姉貴、弱音を吐くのは悪いことではありません。あなたもお疲れ様です、指揮官。私がリーダーに？わかりました。戦いなら私にお任せください。力発戦技、ワルは誰一人逃がしません。この力で打ち破ります。ルシアに勝ったか？